足立本県ドラムギ塾塾長の今成です。今回はバズロール、プレスロールなんて言ったりしますけれども、こういうロールです。持続音を表します。で、何打叩いてるかわからないのがバズロールです。ダブルストロークロールとかシングルストロークロールという名前のロールもありますが、あれは何打叩いてるかが計算できるロールです。これはもう潰していくのに潰していくので何打叩いてるか分かりません。このロールをバズロール、プレスロールって呼びます。で、このテクニックについて皆さん、まあやり方が分からなかったり、あとはやっては見るんだけれどもうまくきれいにできないなって方がとても多いので、それを順を追って説明していきたいと思います。その第1弾は潰し方です。スティックでストロークした音が潰されないとロールにならないんです。さっきも申し上げた通り、打数が数えちゃうとロールに聞こえない、バズロールには聞こえないので、最初にまず潰します。潰す指は、中指がおすすめです。人差し指で潰す方も多いんですが、この、まあ、支点とする指から近すぎると、力がかなり必要になっちゃうんです。思ったよりも強く潰すので、遠めに、押していった方がおそらく潰しやすいかと思いますので、支点とする親指人差し指で軽く、これも支点というには弱いんですけれども、弱くこの支えた上で中指で潰していきます。つまり中指はスティックに双方向で使わないとうまく潰せないんですね。これで潰してみます。よくあるのが左手で潰しきれてない方、最初の4発ぐらいが聞こえちゃうと、もうそれはバズロールに聞こえないんです。ダカダカ。この連打の音が聞こえてしまうと、バズロールには聞こえないので、確実に左手も中指で。潰していきます。まずはこの最初にかける力、中指で強く力をかけるという点が重要です。皆さんが思ってらっしゃるよりも結構強く潰していきます。そして潰すゾーンは、あまり真ん中でない方がおすすめです。真ん中はヘッドが大きく振動してしまいますので、この潰すのにあんまり適した場所ではないです。真ん中から端っこの、端っこより3分の1のあたりがおすすめでしょうか。ここから3分の1から2分の1ぐらいの範囲で潰してみてください。あ、今みたいにリムが当たるとうまく跳ねないので、そこもご注意ください。力強く潰してみます。やってみてください。